逆のサイドを見ましたが奪った長峰。大谷のスピードを生かします。フラッグ上がっていません。大谷左足でクロス流し込んだ。2対1。やはりこの人だ、11番杉浦恭平。苦しい時は杉浦、今日も杉浦だ。これで9点目です。キャリアハイを更新しました。まずここの角を取ったところですよね、はい、長峰選手のこのボールの質非常に良かったですし、まあ、この当て感はまあ見事ですよね、まあ、大谷選手、まあ、ここはニアに入っているのを今度しっかり確認できてましたし、はいはい、杉浦選手も、まあ、この大谷選手がね頭を越すボールというよりはこの下の速いボールというのが得意なのかな。